オーランド・ジョーンズはアメリカ合衆国アラバマ州出身の俳優、コメディアン、声優である。1968年にアラバマ州モービルに生まれた。父親はフィラデルフィア・フィリーズに所属するプロ野球選手だった。10代の時に南カリフォルニアへ移住し、地元の高校へ進学。高校卒業後はサウスカロライナ州にある。 チャールストン大学へ進学するが1990年代に中退した。ちなみに初の演劇経験はお化け屋敷の狼男役だった。もともとエンターテイメント業界に興味を持っていたジョーンズは後にコメディアンであるマイケル・フェッチャーと共に制作会社を設立。自身が制作した作品にはマイケル・ジョーダンを起用したマクドナルドの CM がある。 初のハリウッドでの仕事は、脚本家でビル・コスビーが原案を務めた黒人キャストのシットコム、A Different World。後に、ジョーンズ自身もゲストとして出演を果たした。特に彼を成功に導いたのは、人気テレビ番組の Matt TV への出演。レギュラーキャストとして登場し、1995年から1997年まで同番組のレギュラーを務めた。 さらに1999年から2002年までは、コマーシャルにおいて、ソフトドリンクのセブンアップのスポークスマンとしても、登場した。映画へもコンスタントに出演しており、デイビッド・ドゥ・カブニー、ジュリアン・ムーアラ共演のコメディ、エボリューションや、ガイピアース主演の SF 映画、タイムマシン、ニック・キャノン主演の青春ドラマ、ドラムラインのコーチ役などで知られている。近年においては、 ジョンシー・ライリー主演のアドベンチャー映画ダレンシャンへの出演で渡辺健とも共演した。声優としてもテレビアニメなどに声の出演をしている。ありがとうございます。